いやまたですね、いい天気だなと昨日思ったんですけど、この有様ですよ、鉛色の空って言うんですよね、なかなかね、秋晴れつかっていうのはないですよね、そんな天気をこの吹っ飛ばすようなですね、明るいね、シャンパンメタリックという色ですけれども、アウトバックによく似合う柔らかい色調ですよね。このクラッディングがこの頃からこう際立ってきて、でこのボンネットにツーリングワゴンにはないこの眉間のシワみたいなのがねちょっとこの入るといいですよね。このちょっとこれだけ入るだけでかなり違って、これまあいわゆるラギット感が出てくるわけですけど、でこれ3リッターの水平対向エンジンを積んでますので、でオートクロージャーがついてます。でここはアルミでできてますのでリアゲート軽いで、まあ4気筒に比べれば当然、重量があるんですけど、やっぱり縦方向の長さってこれ6気筒と4気筒とあんまり変わらないエンジンですので、まあ、そこがですね、すごくこの正対向6気筒の魅力のあるところですよね。コンパクトな水平対向エンジン、もうなんかね、最近ヨボヨボのじいさんだとかね、どっかのホームレスの人が会社のベンチに座ってたとか言いたい放題言われてますけど、何がホームレスだと思ったら、今日なんか僕はつなぎを着て、古くなったつなぎでこうもうチャックがファスナーが取れちゃって使えないやつがあったんで、あもったいないと思ってハサミを持ってきてですね、昔はあのラシャ切りバサミって古い言葉では言ったんですよね、布を切る裁断バサミのことをね、久しぶりにねラシャ切りバサミでこうこんなハサミ使うの久しぶりだな、自分の手切っちゃ大変だと思いながら、そのつなぎを切ってウエスをですね、せっかくだからと思って作ってたら、ホームレスおっさんがベンチに座って何かしてたっていうことを言うなと思うんですけどね。まあ実はその20キロもある犬をその毎日6度こう抱えて、ね、膝の上に乗せて拭くとかですね、それから嘘をつく犬でですね、結構騙されるんですね、喋るんですよ。で、父ちゃんうんちでしまうみたいな言い方をするので、それを入れてからまた出したら実はへへへみたいなね。で挙句の果てに朝の散歩でですね、なんか腰が痛そうにしてるんです、犬のくせに。僕なんともなかったんですが、いきなりそれが反対方向に滑りやすい場所でバーッとむくんで、あーっと思ってグッとやった瞬間にこのどっかの大腿骨からお尻の中にあるどっかの筋肉なんですよ、僕の弱点は。たまにやるんですよ、そいつがピキってなって、昨日一日すっごい痛かったんですけど、あれ何筋って言うんですか、教えてください。筋肉に詳しい方いらっしゃったら、ストレッチしてこう足を仰向けになってこう曲げたり伸ばしたりゴレンゴレンってやると治るんですけど、一番僕はこれ筋肉ぎっくり腰じゃなくて筋肉で起きることなんだなって思ったのは、今やらないにしてるんですけど、土をこうろ過するときにふるいをこうかけるじゃないですか、このふるいをかけると、この行動で僕腰がギグギグになるんですね。なんとか筋ってやつがきっと弱いんですよね。それこれをやると鍛えられるっていう方法があったらぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、筋肉の本も買ってきてイラストのこうやつ見てですね、こんなに筋肉複雑になるのはとてもわからんわと、
いうことで、ちょっとそれでねヨボヨボしてるんで、ね、ヨボヨボじいさんってあのたまにあの書く人いますけど、いいですよ、ヨボヨボじいさんって書いてもらうと、逆にどんどん、ね、書いてもらうとね、あのモチベーションが維持できますんでね、何言ってやがんでって、精神は年取らねえやってね、そういう風にですね、思いますのでね、どんどん言いたいことを書いてください。で、この6気筒の、車っていうのも随分ね、紹介してますので、今日はですね、今いらっしゃったお客さんとのやり取りの中でね、まあ初めて来られた方で、いつもは遠くでわざわざ遠くまで行ってスバルを買ってらっしゃるらしいんですけども、あのもう年配の方で、社長かねえなんて言われて、はいって言って話をして、車買いようと思ってるんだけど、こうね、で、新車にしようと思ってると、それいいですね、ありがとうございますと、中古車にしようかと思ってるけど、中古車よりも新車の方が、ね、長くなる分にはいいし、中古車なんて途中の手入れがダメなら、まあね、当然長く乗れないからね、まあそりゃそうですけどね、新車もその新車がね、すぐ乗れればもちろんいいし、欲しい新車があるならその新車どれですかって、それは決まっとらんとおっしゃるんでね、うん、まあフォレスターもレボーグも XV も区別がつかないんですよね。で、あそうですかって、カタログ持っててこの車のどれがいいですかなんていう話を、まあ、やんわりとしてたんですけども、過去の成功体験だけでお話をされるのでね、ちょっと怖くなったんですね。それは何かといえばですね、あのこの車にはついてないんですけど、 B4 にはここにスポーツシフトのついたやつがありますよね。で、 XV の T1.6 がいいんじゃないですかってシンプルだしって話をしてて、でもう実は今そのさっきお客さんがおっしゃったように、新車にしようかな中古車にしようかななんていう時代じゃないので、あのそんなに都合のいい中古車はないですよと、まずね。で、申し訳ないですが、うちたくさんこう中古車並んでますけど、全部乗り換える理由があって、その今の時代ではこの味は出ないよっていうのにこう手を入れて買っていただけるようにしてるし、まあ当然新車の方がいいわけですけども、あのそうじゃないのに味を求めてるっていう人が中古車買われるんで、ちょっとその辺は少し違いますよっていう話をして、でいっそのことうちは今どうしてるかっていうと、このこういう時期で納期が間に合わない車いっぱいあるので、もうこれがうちのおすすめの新車だっていうのをここに作ってショールームに置いてありますので、この XV ならもうすぐ乗れますし、どうぞよかったらこれどうですかってお話をしてたんです。そう、俺のレガシーはターボが2つついてるなんて言われるんで、そうです、ずいぶん古い時代の、ね、BH までですからね、そのぐらいのもう中古車はうちもさすがに置くようにしてなくって、まあ、今のこの BP って言ったってわからないですからね、このそこにあるちょうどショールームの前にこれがこれと同じのがあります。そのレガシーぐらいからはそういう中古車でたくさん並んでるでしょうなんて話をして、あそうそうかと、しかし話が飛ぶんですよね。タイヤが4本で20万もするからな、高い。いやいや、タイヤが4本20万もするようなスバルって言うとすごいものです。その時代にそんなタイヤはないので、コンチネンタルだったら8万円ぐらいですよね。だからあの9万円かそんなもんで行けますから、いや俺の車見てくれって言うんで行ったんですよ。まあしょうがないんでね。そしたらなんと BL5 のターボが置いてあるんで、お客さんまず一つこれターボ一つしかないですと。でさっきうち僕がお話した車と一緒の車でね、レガシーのセダンっていうことはおっしゃってました。これターボ一つしかないですから、これはあの20万もタイヤの値段しないですよと。あそうかと、まあそんな話をしたんですけど、でショールームに戻ってきて、まあじゃあ XV ぐらいがいいんじゃないですかっていうことを僕は言いましたらね、この車にはもうステアリングのところで俺らもエンジンブレーキを使うんだけど、ここでステアリングのところにエンジンブレーキのスイッチがあるけど、あのエンジンブレーキでガンガンガンと止めるから、お客さんここでここにありますよと、あそうか、
だけどね、お客さん今そうやっておっしゃいましたけど、エンジンブレーキむやみにやたらに使うと、あの挙動が変わるんで、あの挙動がそう無理に挙動が変わるようなこうエンジンブレーキなんかかける必要ないので、よっぽどの時は言いますけど、そのスポーツドライブするとか計算してかける人いますけど、普通はもうこう走ってスーッとなるべく柔らかくブレーキを踏んでいただいて、ハンドルがまっすぐの時にブレーキ加速で、曲がってる時はなるべくイーブンっていうのを心がけて乗っていただく方がいいですよと。んなものはあの俺は何十年無事故無事故できてるんで、あの危ないと思ったらステアリングで避けるんだいやまずブレーキ、危ないと思ったらまずブレーキ、車が全部やってる。ひょっとしてポンピングブレーキなんて踏んでいらっしゃるんじゃないんですか。あれに決まってるよね、あの信号の最後に信号のとこで2回踏むんだってでも言ったわけですよ。そんなこと言ってると、今話題になってるあのね、あの絶対車のせいにして非を認めないおじいちゃんいるじゃないですかって、ああその人は知ってましたよね、ああいうふうになっちゃいますよ。余計なことを僕も言うんですよね。だん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 イライラしてきたんでね。行きます。ね、やっぱりね、ステアリングで避けるよりは、ブレーキをちゃんと踏んでもらって、ね、そしたらですね、傑作なこと言うんですよ。滑っていったら、もう滑っていったら滑っていく方にパッと車を向けてブレーキ。こう組んで安定させる。おお分かってるじゃないですか。それ緊急事態はそれです、それです。だからそれで、だからまっすぐにしてると駆動力が回復するんで、そこからまたブレーキが効くようになるじゃないですか。そのことをとっさの時にやるんじゃなくって、常日頃の時から曲がってる時とかね、それからあのこれから曲げようとする時にはなるべくフロントのタイヤに荷重がかかった状態で、アクセルやブレーキは踏まずに、ね、ごめんなさい、曲がってる状態ね、でストレートの状態、まっすぐな状態でアクセルブレーキを、踏むように心がけるっていうのがいいので、ポンピングブレーキとかあの早めにこうポンポンと踏んだり最後に2回踏むっていうのは、それは昔の話なのでもうやらない方がいいと思うんですけどねという話をしてね、ただあの面倒くさくなったみたいで、まあじゃあ帰るって帰ってくれましたんで、ね、あの僕もつくつく商売が下手だなと、そういう時にね、営業が事務所にショールームにいてくれるといいんですけど、そういう時に限ってね、僕が一人だったりするわけですよ。で自分が、僕は運転がうまいって思って言ってるわけじゃないので、あの運転そんなにうまくないんですね。で自分でも本当によくぶつけたりしますので、下手くそなんですよ。で下手くそなんですけど、できるだけその車のパフォーマンスを、持ってる実力とか性能を引き上げてやりたいです、出してあげたいですよね。で出した状態でこう運転を楽しみたいと思ってるので、あのずっとその車にのドライブスキルを学びたいと思ってるし、絶対に自分の運転が正しいとは思ってないし、人から聞いてあこれはその通りだなと思うところごとを伝えようと思ってるだけで、それからやっぱり我流というのが戻ってくるので、ここ2年間我慢してますけどいけないのでね、もう一番過酷な普通の道路って言ったら、一番過酷なこういう普通の道路って言ったら世界に1箇所しかないんですよね。ニュルブルクリンクというところしかないので、あそこしかないと思うんですよ。だからあのところをですね走ってですね、ドキドキワクワクするうちは行きますし、もうダメだ怖いと言ったらすっぱ怖いと思ったらすっぱりやめます。そんなに自信過剰じゃないですので、今はですね、もう行くとですね、あのうわーってね思うんですよ。来た、もう来たったと思うんですよね。だから2年間本当にね、でも。ハンドリングをさせるという点では、あの今さっきの話じゃないですけど、あの神の使いかと思いましたよね。最初こう犬と付き合うようになって、この子は神の使いなのかなと思いました。このハンドリングをさせる、思うようになかなかならないじゃないですか。その思うようになるようにして、将来こういういい、
ね、かっこいい犬に、ね、なればなと思って、やっぱり拭いたり大事にするわけじゃないですか。本当にね、あっという間に巨大化するんですよ。あの YouTube に動画上げといてよかったです。あの3本ぐらいあの上げてるのが、この2ヶ月間に3本ぐらい上げてるんですけど、もう昨日今日別の犬みたいになってますから、やることなすこと喋ること全然変わってきて、その段階でハンドリングの仕方が随分変わってきて、これはですね、あの運転しがいのある犬だなということをですね、つくづく思いますよね。嘘言うのはどういう風に言うかというと、父ちゃん出ちまう出ちまうっていう吠え方をするんですよ。嘘です。あのゲージに入りたくない時は、父ちゃん出ちゃう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 って吠え出したらですね、違うんですよ。余ったれて遊びたいだけで、夜更かししたいんですよ。ああもうこれって 3回騙されて、で入れたら中でうんちしちゃうんじゃないかなってヒヤヒヤして、朝見た、なんのことはないんですね。平気な顔して待ってやがって、綺麗好きなんですよ実は。しちゃうとね、食べちゃうんですよ、なかったことにして。それが嫌なんで、やっぱりね、飼い主としては。でこう勝負してるんですけど、でね、朝連れてきたら、この頃はね、お腹のあの、まあ、今ちょうど渋滞してるんで、ね、何か事故かなんかあったんでしょうね。こんな話してますけどもね、倍ぐらいの大きさになってるんで、ここからまた倍ぐらいになるんですけど、あと4ヶ月ぐらいで、あの内臓の量が大きくなってるんで、キャパシティが増えてるんで、今まで毎回食事の前にうんちしてて、あやったこのハンドリングバッチリだと、パフォーマンス引き出してるぜと思ってるのがうまくいけなくなってるわけですよ。車と一緒で、今度は犬のパフォーマンスが上がってきてるんで、1日3回が2回になってきて、これから1回になるんでしょうけど、その変化の速さが実にユニークでですね、こういうことはさすがに20年前にシェパードが家にいた頃も経験したことがなかったので、毎日がですね、ドキドキワクワクの連続で、帰った時にこう嬉しそうにですね、こうガーッと来るとですね、たまらない魅力がありますよね。こうその感覚がですね、その感覚が実はニルブルクリンクに行ってレクチャーカーを借りた時とか、ニルブルクリンクにスバルでこう入った時のそのうわーっていうね、あのうわ楽しみだっていうね、あの感覚一緒なんですよね。ね、あの犬の話をするなってね言う人が中にはいるんですけど、ね、似てるんですよ、似てるんですよ、動物と車ってのはよく似てますよね。はい、ということで、前置きが長くなりましたけども、あの高性能な車、今の新しい車は随分性能が上がって、ぶつからないですし、パフォーマンスも高くて、VDC とかついてますよね、アクティブベクタリングコントロールか、ね、対角線にブレーキをかけるとかですね、そんな制御も出てきてて、まあ、今の四駆のシステムももう実は随分スバルというのは先進性があって、昭和の時代にマルチプレートトランスファーっていうのを開発したおかげで、まあ、こういう未だにそれをこう毎回変えてるんですよ、同じじゃないんですけどね、ギアでつながない四駆っていうのをスバルが開発したんですよね。自分のところでサプライヤーに開発させて採用させてるわけとは違うんですね。こういうところがですね、ホンダなんかとはすごい違うんですよね。でそういう会社ですから、いわゆる、まあ、今のその四輪駆動の先の先を絶対見てるはずなんですよ。で見てるんですけど、僕はやっぱり海外で600馬力だとかっていうそういう非常に先進性の高い四輪駆動に乗ると、まあ、BMW の M5 なんていうのはその典型だったんですけども、四輪駆動の制御システムがですね、非常に高速で的確で低血力が速い弱いをこうすごくうまくコントロールしているので、あれがスバルにあって当然だと思うんですけど、高いものになっちゃうんでしょうね、一からやるから。なかなかねそういうのが出てこないし、
すごいターボエンジンも、まあ、今出てこないんですけど、その代わりね、他に手がかかってあのガソリンエンジン頑張って開発してるし、電気もやってるし、コネクトもやってるし、そういうことを考えるとよくやってるなと思いますよね。その上で、僕がこうやって取り上げるのは、自動車の文化を考えた時にスバルが作った6気筒っていうのは、まあ、日本車にとってはかけがえのない財産だと思うので、それを大事にあのお客さんにですねお伝えしようと思って、こういうことをやってるわけです。でその中でこういう余分な話もいろいろするわけでですね、中にはあの気分が悪いと思う方もいるかもしれませんね。どうぞ見ないでください、あの僕は別にあの視聴率を稼ぐために、もちろん見てもらったら嬉しいですよ、あの見てもらったら嬉しいです、嬉しくていいんですけども、視聴率を稼いで、こんなことで飯を食ってるわけではないので、見てる人にこびるつもりも何もないですしね、やっぱり機動力が大事なので、いちいちマイクをつけたり、ね、なんかしてる間に他にやらなきゃいけないことがいっぱいある、動画の編集だってなかなか難しい、ね、しなきゃいけない時もありますけれどもね。さあそういうわけでちょっとね、ここからいつものところに入っていきます。独特のね、ロキトのね、雰囲気で
1エンジンのレガシーって年齢問わず似合いますよね。ちょっと贅沢な車なんですけど、もう結構ね、まあ今ね、車がいいのがなくなって大変なこともあるんですけど、そんなめちゃくちゃ高くないですよね。でこれはまだ十分部品もあるし、ちょっとね、あまり古いのはね、いろんな制約が出てきて、僕も最近ちょっとね、こういう古いのを売るの、古いってこういうのがいいんですけど、平成の一桁以前の車をお客様に売るのがちょっとね、はばかれるようになってきて、まあメンテナンスなんかをね、いろいろと依頼されることがあって、できるだけやれることはもちろんその人を見て判断しますけど、できないことを無理強いされたり、ちゃんと車の面倒を見てなかった人は、僕がいくらやったってできることには限界があるので、できないことはできないとはっきりお断りする場合もありますので、ご容赦いただきたいんですが、いいものはいいなと、つくづく思うわけですよね。それから、自動車を大事にしてほしいなと思います、ね。点検ちゃんとやって、でもう電話でね、壊れちゃって最後に困ったっていうことで、もう正直言うとそういうのって迷惑な電話ですよね。相手のことを考えずに電話で、知らない人が、うちへ車も入れたことのない人が、やっぱり履歴って重要じゃないですか。どんなことでもそうですけどね、まず履歴のあるところできちんと話をしてください。でそこで断られたりしたのには何か理由があるので、そういうことをメールでいただいたりね、する分にはいいんですけど、ろくに名乗らずに電話だけでね、例えばエアコン壊れちゃったから直すとかね、何ですかと、RCO の SVX だって、それうちも直しますけど、全然知らない人の車できないですよね。だって履歴大事ですよ。今度本当に僕は犬飼うのは本当に後悔のない買い方をしようと思ってるので、もうたまたま今日のものでどうしてるかっていうと、何か問題行動を起こした時はこうピンクになってるんですよ、ね。それからこの赤いのはかわいそうに食糞させちゃった時ですね。ケージの中で、うんちをして食べちゃったっていうことさせたくないので、早めに起きたりしてるわけです。でこの緑色の薄いところっていうのがお部屋の中でケージの中に入れてるところで、出したところっていうのがだいたいこの白くなってて、まあさすがに最近は4時に起きるのは苦しくなってきて5時台に変わってきてますけども、それでも時々5時に起き、4時台に起きてるっていうのは犬の先回りをするわけですよね。で9月になったらやっぱりお昼なんかこう一緒にご飯を食べれるようになって、夜も水曜日には一緒にご飯食べるようにしてたんですが、これがですね、この頃はおとなしくない手が届いちゃうわけですよ。今まで届かなかったところに未知の世界が広がってますからねそれをね、ちゃんとわきまえさせるっていうのがハンドリングじゃないですか。楽しいですよこれがね、ということで、また犬の話をしてしまいました。こういう履歴を愛車に残してもらうには自分ではできないので、ちゃんとまあうちでも親しいお客様半年ですよね、セーフティーチェック半年ごとに入れていただいてますよね。でオイル交換なんかしょっちゅういらっしゃる方もいて、ちゃんと履歴残るわけで、そういうお客様だとね、あうんの呼吸で電話でも大丈夫ですけども、そうじゃない、全然知らない遠くのお客さんからいきなり電話っていうのはね、ちょっとね控えていただきたいかなと。今日も何件かありましたのでね、ぜひそこら辺はメールでホームページから、ね、お願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。